上加納山タワーは、岐阜県岐阜市の金華山に置かれている、岐阜地域向けに電波を発射する、テレビ FM 放送用電波塔である。岐阜県内向け放送の親局であり、県域放送を行う各社が共同で運営している。愛称は、とはえもはタワー。上加納山には本タワーの他に、北東約430メートル岐阜城よりに、 NHK 岐阜放送局の電波塔もあり、FM 放送とデジタルテレビ放送を送信している。本校では合わせて記載する。金華山の南西、随流寺山の山頂から約50メートル北に位置する、標高138メートルに所在する。電波塔の高さは約65メートル。NHK 岐阜放送局上加能放送所は、 本タワーから北東へ約430メートル離れた標高180メートルに所在する。なお、どちらの電波塔から送信された電波も北東方向は金華山の山影によって遮られるため金華山とは長良川を挟んで対岸の長良地区は長良テレビ中継局がカバーしている。1967年テレビ放送開始の1年前に建設された。 1968年8月12日、地上アナログテレビ放送放送開始。2001年4月1日、FM 放送放送開始。2005年4月1日、地上デジタルテレビ放送放送開始。2018年3月10日、FM 補完放送放送開始。2000年から水銀灯によるライトアップを開始。点灯時間は18時頃から23時まで。 2018年3月に水銀灯から LED 照明に更新されて、より明るく安定して点灯するようになった。2008年愛称がトワ・エモアタワーと命名された。トワ・エモアはフランス語であなたと私を意味する。上加納山タワーは高さが約65メートルあるため、昼間障害標識として東京タワーと同様に木赤と白に塗り分けられている。なお、 NHK 上可能放送所の電波塔は60メートル以下のため塗装はグレーである。ありがとうございます。